問題1、括弧の言葉の読み方として最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。問題2、括弧の言葉を漢字で書くとき、最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。問題3、括弧に入れるのに最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。
問題4、カッコに入れるのに最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。問題5、カッコの言葉に意味が最も近いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。問題6、次の言葉の使い方として最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。
最後まで見てくれてありがとうございます。これからも一緒に勉強してくれる人は、ぜひチャンネル登録してくださいね。ではまた。